番高い部屋でそこで頼めるルームサービス一番高いのいくらやっていうことでなんでこっちやねん、くそー絶対こっちやろ。やっぱりちょっとバランスが取れてないんですよ、買うのやっぱりちょっと偏見ってあるじゃないですか、正直。あ、はい、どうも、なんちゃ東京都港区で整形してない女0人よろしくお願いします。そんなことないです。いやだ、港区女子が大嫌いです、僕は。そんなことない。いや、そんなことあるんです、あるんです、これが本当に分かります。信じたくない気持ち分かります。皆さんの彼女さんと今見てますね、僕の動画。そんなことないっす。分かります。隣にいる彼女さんと目合わせれますか？合わせれないです。分かります。僕もそうです、以前は。本当にでもそうなんです、事実が、これ事実なんですよ。港区にいる女子はね、全員整形します。いやいやいや、それは偏見っすわ、それは。じゃあ子供を産んでください。じゃあ今そのパパとパパでしょ、あなたが。パパあのその飼ってるね、あの女と子供を産んでください。まあ一人の子生まれますよ。まあ一人の子生まれます。それはすごい。いや本当にまあ一人の子生まれます。え、別にいいんですよ、別にいいんです。だから何なの、何問題あるので、問題ないですよ、うん。ただそのなんていうんですかね、あのもうええか。行く、次ということで、今日もおなじみのこのホテルの部屋からなんですが、はい、多分もう動画で配信どっちさっきわかんないですけども、水道、はい、こっちのこんな、右はこんな感じで、左もこんな感じでということで、前回の動画見てへん方はですね、動画概要欄に一応貼ってると思いますので、前回の動画見てくれて、こっち来ていただければ結構面白く見れると思うんですけど、うん、本当にベッドルームが2つと、ね、お風呂も2つ、トイレなんか3つあるっていう、めちゃくちゃ広いし、無駄っていう感じですね。ザ・ナニキンっていう部屋なんですけど、まあ、ヒップホップのね、ラフのやつが、歯のとことか歯なくて、ここになんか金のやつ入れてるやつとかが、こういうところに大体好む、精神的にそういうやつが、ね、見た目じゃなくて精神的には大嫌いかな、俺こういうとこ、ほんまに。ということでやっていきたいんですけど、はい、今日なんですが、はい、ルームサービスちょっと頼んでいこうかと思いまして、はい、一番、まあ、いいホテルのこの一番高い部屋、うん、でそこで頼めるルームサービス、うん、一番高いのいくらやっていうことで、この結構シリーズ、ヒカルさんのやつでも僕のやつでもやってると思うんですけど、はい、まあ、もう2人しかいないんで、ぶっちゃけ言うと10万円分頼むとかいろいろやりたかったんですけど、食べきれないのはちょっと良くないですね。うん、はい、2018年は全部バーッ捨ててましたけど、皿ごとバリーンってやってましたけどね。ガーッってラピュタの、天空城のラピュタの飛び立つよっていう時に45秒で支度しなって、ガッガッてやるやつ、あのやつ。ごめんごめん、俺ダメです、ダメです、ダメ、拾ってますね。45秒で試着しないと覚えてる？覚えてないですね。分からんか、あの時のシーンみたいにバリバリやってましたけど、2019年そういうわけにいかんということで、一番高いです、なんか一品だけでももう純粋にいいやつ、晩ご飯ガテラ頼んでいきましょうよ。で、メニューこんな感じなんですけど、はいはいはい、これ全然僕は読めないんですけど、これは値段が8ドル、11ドル、12ドル、23ドルってことで、朝ごはんっぽいですね。 Wake me up って書いてあるんで、Wake me up、うん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 って歌ったね。ダダ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 ダ、ごめん。All day、 All night、 night、 はい、これはもう24時間いつでも頼みますよということで、あーデリヘルみたいなもんや、地方の24時間いつでも。そんなに2時間おる、そんで在籍6時に、本当に出勤してます。大概出ました、2、3人しか空いてへんねん。じゃあ調子悪いですか、調子、今日調子一番いいんですか、やめ、プロタンいじるやめ、今日調子いいやろ俺は。一番高いです、やっぱりこの色枠がちょっと違うところのですね。まあ僕ヒレ肉しか今ダイエット中で食べれないんで、ヒレ、ちょうどこれヒレが8オンス、8オンスっつったら、ボクシングの、スーパーミドル、スーパーフェザーミドルぐらいまで使うやつが8オンスですね、うんうんうん、ミドルぐらいが10オンスかな。これが49とありますから、単品だとこれ多分一番高いんですよね。49度ですね。49度で、この辺にあるのは多分これはゲームでなんかパーティーパーティー用のやつやね、これね、パーティー用のやつやから、ここはもう1万円超えてくるんですけど、そういうことじゃないですもんね。そういうことじゃないです。食べますよこれ、もうこれ1個。あ、いいっすけどね。食べれる？いやいらんか。そうっすね、また全部捨てるもんな裏で。捨てないっすけど、捨てないっすけど。え、でもあれっすもん、10人から。ああ、そんなんもう無理や、それ用ですよ、だから。ああ、そんなんデリデリよ。でめっちゃ食いますよね。あ、実際はめっちゃ食うんですけど、ダイエット中なんで。じゃあ本格的にダイエット始める、だから今後ね、多分プルタンさんとの大食い動画って今後多分もう上がらないと思うんですよ。ああ、多分僕も最後にこれ時系列わかんないですけど、上がってるのが多分焼肉大食いとかが2個ぐらい、うん、そうですね、焼肉丼とか、はい、あれ以降大食い多分あんまりやってないと思うんですよね。そうなんですよ、あれやっちゃうとね、1日半他の食事食べれないんですよ。ああ、確かに。結構きつい。いや、結構きつくて、ほんまにガチガチなんでね、あれ、はい、まあ谷さんにあげてる時点でガチじゃないねんけどね。ある意味ガチじゃないねんけど。ということで、はい、これなんですけど、頼んでいきますか。はい、いいですか。
ということでちょっと頼んでいきますか、ルームサービス。ルームサービスぐらい頼めるよ。やめてよ子供扱いするの俺を。いつまでもおちんちんに毛生えてないと思ってるんだよ俺のことを。みんな脇毛も生えてるよ脱毛したけど、おちんちんにも毛生えてる脱毛したけど、子供じゃないんだよ俺は。そういうことじゃない、子供なじゃないんだ。あこれか。いや緊張するな、なんかちゃんと頼めるかな。ハロI would like to order room service. ちょっと何言ってるか分からん。変わって、くそールームサービス頼みたいまでしか言えなかったですね、僕の英会話だと。くそー、英語喋るようになりたいな。いっちゃん高いやつ持ってこいっつって、どうなっても、いいさん、どうなって。ちょっと待って、黙ってもらっていいですか。怒られた。あ、それ。Right. 頼んでいきますから。はい、ということで頼みましたから。いや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 、どうなんですかね、どんなのが来るんですかね。フィレ肉と言いましても、イーサン頼んだの何なんですか。ちなみに僕ロブスターが何かって言いましたね。ロブスターロール、ロブスターロール、サンドイッチの中で一番高かったっす。いくらっすか。それででも4000とかですか。え、40ドルぐらい。お金ある、大丈夫。いやもう怒ってもらおうか、まんまんで。まんまんで、すいません。そうですよ、まんまんですね、はい、まんまんですね、おごってもらうまんまんです。ちょっと部屋行っていく来る前に。せっかくなんで、せっかくなんで、もう一回見ましょう。あのね、これやりたかったのがあるんですよ、僕。はい、あの水圧調査やってないでしょ。あ、やってないですね。これ絶対やってないですよ。大事ですね、確かに。61階のビルの水圧とかトイレの流れ具合どうやねんっていう。確かに、これちょっと車での間にちょっと一瞬やりません。そうですね、どんなに部屋良くても確かに水圧が弱かったら、いや、ほんとそうですよ。じゃあまずトイレ行きますよ。はい、まずトイレなんですけど、はい、あ、これ何ですかそれ、足でやってるやついないっすよ。あ、ごめんちょっと言わないか、ちょっと言わないっす、これ。これやばないか、お前。ちょっと、ちょっと言わないか。ショーの方やったんじゃないですか。いや、ちょっとこれ前ショーの方やったんじゃないですか、今。あ、上にってこと。はい、あー、ちょっと、ちょっと、それダメだ。ごめん、上にか。あ、上行けへん。なんか押した。あ、これタンクじゃない。タンクに水溜まってないことなんですよ。いや、でもちょっと弱いぞ。弱いですね、確かに。イエー、水圧、こっちのお風呂の方行きますか。風呂、あ、強っ、めっちゃ強い。滝ぐらい強いですよ、これ。滝ぐらい、これは強いですよ。いや、めっちゃ強いですよ、今。あれ、これでもどうするんですか、これ。押すんですか。多分なんかあるんじゃない、レバー。では、これ非常に強いっすよ。そうですね。これ流れてますよね。流れますね。これどうやって締めるんですか。そっちじゃないですか。その今ラムさん触ってるやつ。これ。はい。それ上に引いてみてください。わあああああ。その上に引いてみる。なんどうすんの。どうすんの上にで。ちょっと流れていってるって。あ、それがあると、どっちが水かどうかも分からへん、これ。確かに。え、どうやってやるの、これ。これでいいんじゃないですか。あ、でも止まってますよ。あ、止まってる。ほんまよ。お湯だよ、これお湯だよ。ちょっと出していきますか。はい。どっちがお湯か水か分からへんもん。それ困るよね。確かに。いや、水圧大丈夫ですよ。シャワーだけですね、水圧気になるのは。はい、シャワー一番大事じゃないですか。ちょっと待って、これほんまにあかん。危な、ちょっと離れて、危ないよ。これ、こっちやなんでこっちやねん、くそー。なんでこっちやねん、くそー。絶対こっちやろ。くそ、マジやねん、これ。ちょ、なんでこっちやねん、腹立つわ。ちょ、なんでそんなそこ、これは、これは両方やるやん。なるほど、やめたことあります。で、これはこっちなんや、バリバリ水圧の方なんですけど、はい、こんな感じ。これ物のマックスです。まあ、マックスだ。はい、マックス。あ、はい、こっち一本化にしました。うん、一本化にしてもこれですね。ちょっと弱いに、ね、正直、まあ60回ですから、あったかくはなりますね、すぐに。
まあ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 そんな感じでしたね。お風呂は？あーこれ水やな、こっちや。まあ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 、めっちゃ強いですか、お風呂。強い、めっちゃ強い、非常に強いな。やばない？やばい。めっちゃ、めっちゃ下痢の時のやつやこれ。下痢の時に、下痢の時に彼女と一緒でずっと我慢してて、ずっと我慢して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 、彼女が帰った瞬間にすぐに駆け込んで一発にビュッて出るやつやん。やめようか。何やねん、厳しいな、グーグル。そのぐらい冗談やんか。はい、ということで来ました。いやー、すごい。まあまあ案外普通なんですか、まあ、ちょっとこれ気になりますけど、まあまあ、中身は。そうですね。ということで、まずは塩コショウ普通にあるとか、はい、なんかあれですか、バーベキューソースですかね。そうですね。開けっぱなしなんてのは気になりますけど。これがイーサーの頼んだ、はい、ロブスターの、これがいくらでしたっけ、3000いくら、30ドルじゃないですかね、多分。高ー、これで30。まあまあまあ、で、僕のやつが49。49はまあまあ、これいかがなものかっていうのちょっと開けていっていいですか、はい、いきますよ、はい、3、2、1。おー、まあ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 、まあ、アメリカのお肉。ああ、そうそうそう、あのソースかけないでくれって僕言ったんで。そうですね、それでお出しします。うわー、イーサンソースかけないでくれ。そうっすね、絶対あかんってそこういうとこやで勉強でばっかりしてる人、そういうとこやで絶対あかんや。そうっすね、そうっすねって普通に言われて。でもジャン君でも言ってんじゃないですかね。ジャン君はもう勉強も何もできないから別格、あの子はもうごまめごまめって知ってます？鬼ごっこするときに、ね、君ごまめなって言われるでしょ。ごまめってなんすか。小学生のお兄さんたちがみんなねやるときにね、はいはい、幼稚園児の子がね一緒に混ぜてっつって、はい、混ぜてっつってこうね、あ、ええでーってめんどくさいなみんな思ってね、まあ、こいつ混ぜたくないなと思ってんねんけど、はい、小学生ながらにも、はい、なんかごまめなっつって。ごまめはルールには一応参加すんねんけど、はい、ぶっちゃけタッチ疲れても鬼になれへんねんとか意味ないねん。ごまめってごまめっていうね、そういうのは。なるほど。ジャンク詰まった、どうぞ詰まった、ジャンクの呪いやくさ殺される呪いっすね、完全に。じゃあ、あのジャンクはごまめなんですよ。あ、ごまめです。だからその子もいじってあかん。あ、うん、一応ソースつけないでくれてて、こんな感じと。そうですね。イーサのこれがもうまだ言ってるやん全然イーサのこれがあると、あとパンがちょっと来たのと、あとね、なんかね、これホテルがそうなんですけど、ワインとシャンパン、これ聞かれたんですよ、はい、もう予約した時に。つけるんでって、何パッケージがいいかみたいな。これはちょっと分かんないですね、はい、そのまあこれよく分からん。これシャンパン、シャンパンでしょ多分。でこれがワインですよ。これよく分からんワインですね。ちょっと安そうなワインやけど、これ飲んで俺の口に合うかしら、こんな安そうなワイン飲んでいってる行ってやろうかしら。絶対ワインですよ2019年も俺ファンつけられへんな。やっぱ字が出ちゃうんですよ、やっぱり。仕方ないことない。やっぱり僕のテイストって自由を求めてるわけですから。自由を、はい、一番になりたいとか全くどうでもいいんで、ほんまに。そうなんですよ、やっぱ自由をって考えた場合どうしてもやっぱこうなっちゃう。ディスっちゃうんだよな、やっぱり。その我慢すること避けたいですから我慢すること避けたいってクズですよ彼はクズですって言ってください、ここに。テロップで、彼はクズです2016年頃から YouTube に浮上してる彼はクズですってちょっといいですか、これいただいていって、はい、ごめんなさいね、ワインのこと僕も全然詳しくないです。ちょっとここからモザイクで、ごめんなさい、はい、あー、ちょっと俺が好きじゃないやつやな、これは。好きじゃないですか。あの、僕ね、シャビシャビの薄いやつが好きなんですよ、ピノノワール的なやつ。なるほどなるほど。そうなんですね。じゃあ辛口みたいな感じですか、これは。多分そうですね。ちょっと、もうちょっとあの重い、もっとシャビシャビが僕好きなんで。なるほど。同じそのピノノワールの中でも。ありがとうございます。あ、お酒飲めるんですか。お酒あんま飲まないですよ、僕は。お酒飲まないですか。あんま飲まないです。あ、なるほど、これは、なるほどなるほど、まあまあいい。いただきます。はい。ワインはカチャンとやらないんですよ、乾杯の時に。なるほど。はい。これクレーム入れといて、マジなやつ、マジな方のやつで、マジな方のやつでお願いということで、すいません、はい、すいません、はい、はい、ということで、ちょっと食べていきますか、イーさん。はい、行きましょう。はい、置いていきましょう、あのカメラ。うわー、もう実はね、僕らね、今日移動でほんまに。はい、じゃあいただきます。いただきます。いやー、まあいいですね、たまにはこういう男同士でもね。そうですね。まあ女ときて、なんやなんや言うてカッコつけるのもいいんですけど、はいはいはい、まあ、そんな意味だからって仕事ですからね、僕らも。なるほど、食べてください、うん、黙って食べるの切ってないやんけ、肉。くっそー、なんやねん、ナイフフォークありますから。いや、なんやねん、くっそー。わっ、切れは良い。
これは何頼みましたっけ。ウェルダンですね。ウェルダンが僕好きなんですよ実はね。結構下バカなんで結構僕ウェルダンが好きで。結構よく焼きですね。よく焼きが僕はでも好きなんですよね。このぐらいちょうどいいですけどね。でちょうどこれあのアメリカのまあ言うたらね安いお肉というか、はい、逆に赤身が多くてこのちょうどダイエット中の僕にはめっちゃいいですねこれが。確かに結局ね和牛はダメなんですよ脂肪があるから。確かにいい意味でもうん、あれはね結局よくないんですよね太っちゃうんで。これもね性格出るらしいですよ。最初に全部切る人と切れへん人。おー毎回切るんですか。僕はもう毎回全部最初に切ってから食べる方なんですよ。へー、これ性格出るらしいんですよ。どうでもよかった今の話もしかして。どうでもよかった言ってなちゃんと。俺も喋り続けるわね。フライドが仕事やからいつ食べてよかったら。ありがとうございます。さっき俺じゃあいただきます、ね。ああどうぞどうぞ。おしゃれや。おしゃれ、ね、食べれるそんな。どう結構パン硬いっすね。ボロ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 落ちるやつやんかそんなもん。確かに。うわ、ええ音するやん。どうすかロブスター。3000円もな。うまい。うまい。うまい。あうまいっす。これも。うん。なんやろこれ分からへん。こんな緑のやつ。うまいわ。アスパラっすね。アスパラ。はい。外国って何でもサイズ大きいっすね。確かに大きいな。見てこれアスパラ。めっちゃ大きいやんこんなん。これちょうど理想的な長さって言われてる長さですよ日本人で言う。え。いや本当に本当に。ああ。理想的な長さ。なるほど。この間ニュース見てたんですけどね。はい。あの江戸時代。はい。かなんかかな。土器から土器というか元古い時代の、はい、女性用の大人のおもちゃが出てきたっつって。うん。ねなってましたからね。うん。木で作ってるらしいです木で。へえ。うん。18センチって。長さ、うん、ほんまにほんまにあんま変わってない。あんま変わんない。昔でも今あんま変わらへんね、うんうん、昔の人ちっちゃいからそれで言う18センチって結構あれやな。求めすぎやな。確かに。パン食べる。いや、はい、パン食べて。めっちゃうまいほんまに。肉ちょいただきますこれ。いやベガス何とっていこう。なんすかね、カジノ行きたいですけどねやっぱり。カジノがね取れないんですよ法律的に。こういう感じらしい人から取れればいいんですよね。ちょっと難しくて。確かに。でもあの賑わってる感じはやっぱ特有なと感じしましたけどね。雰囲気的にやっぱ雰囲気はすごいいい雰囲気で、雰囲気めちゃめちゃ良かった。ハイクラス層の雰囲気があって、うん、ハイクラス層のところの島があってその上にさらに2階行ったらもっとハイクラスがあって、ね、最低ベッドは100万とか1階のベッドは100万かなみたいな。やばいみたいな。やばいですね。うん、このホテルね、チェックインするときもそうなんですけど、そもそもチェックインするカウンターが違うんですよ。VIP 専用のチェックインのカウンターで、うん、そもそも違うんですね。僕らね、最初イーさんと二人ね入ってね、普通のロビーチェックイン、まあ並ぶじゃないですか。まあもちろん並びますね、仕方ない、これは仕方ないな思って並んで、こっち来いって偉そうに言われてで行って、ああだこうだ喋ってて、結局窓口そこじゃなかったっていうね。VIP ルームに通されて、なんのこっちゃね、VIP ってほんまに。でも VIP ってほんまあれでしたね、全然違いましたね。まあ全然ほんまに違いましたね。映されへんかったけど、ね、ほんまに VIP ってどこすり書いたところの部屋に通されて、ここはもうなんかコーヒーとかもフリーで全部置いてて、うんね、サービスがソファーも全部あって、うん、小部屋で、うん、なんかでやってましたもんね。僕はもうやってる最中もずっと、いやもうそれ一回やってるって思ってましたね。さっき表のロビーで俺一回それやってるでってずっと思いながら、ずっと俺話聞いてましたね。うんうんうん、僕も喋りながら思ってました。さっきの人に言ったけどな、うん、早めに言わやってくれないかな。そうですよね。部屋を見てから決めてましたね多分。うんうんうん、ここの部屋って分かった感じから。アホやねこいつらやな。こいつらアホやん。うまい。でもなんか何撮っていこうかなーっていうような YouTube 的にね、うん、まあ厳しくなったというかもともとそうやって言われてそうですけど、まあ銃とか撃つんが、うん、あかんとは言われてへんけど、いいかどうかわからんやん。もはやほんでもやめる。グレーは、うん、グレーでしょ。で広告つかなかったらやっても意味ないんで、僕ら仕事ですから一応その間で銃撃つ系結構あったんですよ本当は。ガトリンガン撃つとか銃撃つ、スナイパーヘリの上からずっとドローン撃つ、戦車で乗り込むとか、ね、バズーカ撃つみたいな、はい、いろいろあったんですけど全部キャンセルしたんですよね、うん、まあYouTube 上のプラットフォーム載せないんですよね、それは。もう仕方ないですよね、これは。確かに、うん、そういう理由でちょっとね、うん、いや、絵的にはやばかったですね、多分やってたら。あれちょっとやばかった。ヘリからのマシンガンすごいっすよ、多分、うん、またされてるよ。なんだっけ。でもその施設で決められてお金払ってそういうパックの中でやってるから、うんね、俺はええと思うんだけどな、そのぐらい。まあでもね、まあいろいろあるでしょ、ルールが、うん、難しいからね、要はその危ないことってやらんほうがいいっていう理由は
現状ダメージじゃなくても、うん、ちょっとでも危ないに近づくにつれてルールが厳しくなりすぎて近づいてくるでしょ、簡単に早く結局消さないとダメになってくるでしょ。だからこれは間違いなく大丈夫っていうの以外はもうやれないですよね、うん、うん。アスレチック行こうかな、グランドキャニオン、ないかな、そのグランドキャニオンアスレチックやってみたらないかな。グランドキャニオン結構国家遠いっすよ多分。あー遠いですよね、はい、なんだかんだ行って帰ったら1日かかるでしょ。うん、そうですね、セスナで行ったら早かったですけどね、この間セスナで行ったんですか。うん、グランドキャニオンまで。へえ。金あるね、僕セスナと車で行くの2パターンあるんですよ。あ、そうなんですか。マジマジマジ、へえ。みんなセスナで行くパターンで僕は行きましたね、昔ね。うん、家族で旅行したんですよね。うん、昔、うん、いや結構前ですね。あ、結構前ですね。もう家族死んでますからね死ぬ前に行ってますからね、それで言うとうまい、うん、うまいうまいね。パン食ったと思うが太るんやろ。うん、どうすかね。うん、なんかあの飛行機の中のバターパンみたいな匂いしたわ。ああ、いい匂いと思ってびっくりしたね。あれうまかったっすね、普通に、うん、匂いがほんまに良かった。食われへんかったんだから俺、大地中で。ああ、そうかそうか、うん、うまっ。何取っていこうかなってところですけどまあ、とりあえず1個はお金を増やすっていうのやりたい。いや、いいですね。画角で、100万円僕今現金にしたんで、それを今から行ってきますって映さないけど戻ってきてどうなりましたっていうのを報告したい。あ、ちょっと見たいですね。うん、何やろう、バカラ。バカラじゃないですか、やっぱりバカラか。うん、ルールがね、いまいちわかんない。バカラ、ブラック、ジャック、ポーカーでしょ、うん、あとサイコロ振るやつでしょ、あとはスロットでしょ。で、ボードゲームっていうのがそのホテルが払うんですよ、買ったら。で、スロットは協会があってそこが払うんですよ。あ、そうなんですか。スロットがエラ勝ちしても、うん、このホテルが払わなくていいんですよ。へえ。そうなんですよ、だからそういう風になってるんですよ。そうなんや。ボードゲームでエラ勝ちすると向こうの独断と偏見でこれじゃやめてくれ、出て行ってくれって言われたりとか、責任者が来たりとか、あと1億円かけるって言っても許可がないとかけられないんで。なるほどなるほどなるほど。それはホテルがほんと潰れちゃうんで。うん、うん、うまい、うまっ。いや、だから何取っていこうかな、ほんまに。めっちゃ、あと、ほんとね、これあるあるなんですけど、はい、これ、イーさんはよう言ってるでしょ、はい、まあ、これも僕も男なんでね、そない豊かで遊ばへん豊かってね、うん、ぶっちゃけ男じゃないですか、はい、そんなに綺麗な外人いないですよね、外国人の人。俺も、今日まだベガス来て、何時間経ちますけど、うろうろしてますけど、3人しか見てへん。この子、いいなっていう、行きたいなって思える人。で、行けないでしょ、もちろん、うん、どうやって行けるか、ナンパすればいいかな。ガチナンパしようかな、俺。覇王色の覇気っていうのは、はい、この言葉を通じなくてももう相手に与えれるものだと思ってるんで。でもめっちゃ見られてましたよ僕ね。結構僕なんかね見られるんですよ。めっちゃ、しかも靴とかもめっちゃ褒められてました。なんでやろうな、お尻も漏らしてたからかなお尻のところ漏らしてこうガー染みてたからかな、あれ見られてたから注意しようとしてるんじゃないかな。ワンちゃん追い出されるんじゃ俺、どうしよう。スイート漏らしてない、漏らしてない、漏らしてない。でもほんま見られてましたね僕ね。見られるんですよ一人、うん、何なんですかね。やっぱ目立ちますもん。まあ、格好がマスクするからね、うん、まあ確かに、うん、口のね、うん、サングラスしないんですけど、マスクすることが言ってましたね、なんか基本的にあんまいないですね。あんまっていうかもういないですね。ね、うん、日本とマスクは違うんですね。なんかちょっと病気みたいな感じのイメージが。そういうことですね、はい、マスクしてるんからっていうと、あとなんか靴をやたら褒められる。そうですね、もうやたら靴を褒められる、意味不明に。言わなくても見る人いますもんね、ずっとエレベーターもさっきずっと見てましたけど。なんなんですかね、その日本にいてもランボルギーニとか撮影してても確かに、やったらみんな写真撮るの必ず外国人。そう、外国人の方多いですね。いや外国人そっち本場でしょと思いながら、うん、思うんですけど、やったら思う。でもこの間もこれ時系列どっちが先分からんけど、車をねファビオさんのところでコラボして、はい、5000万のマクラーレン買って、多分もう出てますね、それは出てますね、はい、あの方あのスカイグループさんに言ってたけど、はい、日本で一あ世界で一番ランボルギーニ売ってるうちですよ。へえ、うん、そういう意味で言うと日本の東京がもう世界のどこよりも一番メランボルギーニとか見るかもしれない。なるほど、という意味かもしれない。っていう意味でやっぱり珍しい、うん、広すぎてここ合わない、ランボに乗ってても。確かになっていう意味なんかなと思って。ああ、もう完全に残すつもりやん。いや食いやすくます。普通に食いますよ。完全に残すつもりやん。もう美味しいね、美味しいね、食いますよ。反射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 YouTube 反射いやー、やっていきたいんですよ。銃をプライベートで撃ちたい。
とりあえず今日はもうこれで一応撮影終わって、はい、もういいじゃないですか。うん、うん、で、もうプライベートでちょっとカジノ行きたいですね。うん、100万だけ1回かけようかな。100万しかないけど、多分勝てますよ、多分。そんな気がするわ、俺も。うん、もう勝ったら勝ちやからな、俺の。あのベガスにね、すごいね、ほんと一攫千金のスロットがあるんですよ。はい、それっていうのがね、そのさっきも言ったけど、スロットっていうのは、あの協会が払うから、ホテルが払わなくていいんですよね。で、あのトトみたいな感じで、毎週トト BIG6 億で当たるでしょ。あんな感じで、積み上がった数字の上の上をこう、ずっと数字がくるくるくるって。ジャックポットっす、ジャックポット。はい、あれ当てたらやばいでしょ。やばいっすね、あれは。あれやったらほんまにやばいじゃん。やばいっす。もう一気にもう前澤さんになるよ。いやほんまそうですよね。ほんまに桁違いますもんね。プレゼント1億円プレゼント毎週やるよ俺。毎週やる。でもまあそれぐらいの額ですよね。うん、あの一番でかいのやつ。ゴーリキさんがこっちになびくまで毎週やる俺。かわいいゴーリキさん、ほんま羨ましいわ。羨ましいわ。そこまでえげつない金持ちだったらね。いやその僕ね、あの思うんですよ、いつもね、見た目でね。ブスとかブスじゃないとかいろいろあるでしょ、うん、まああるんですけど、その金持ちとっていう付き合うとやっぱりちょっとバランスが取れてないっていうの顔の、うん、でやっぱりちょっと偏見ってあるじゃないですか正直。あ、前田さんかっこいいですよ全然、その例えじゃないですよ、 あそこ二人とも美男美女ですよ、そうです、ね、全然ちょっと言い過ぎだけどね今だけど、それですね、だから極端にそういうパターンで悪いやれ医者やなんやらなんやらでもぽっちゃりでメガネでも全然違うよ、こっちやれインスタグラマーみたいな感じ釣り合ってへんやん全然、能力が高いかもしれないけどっていうあるでしょ。でもね、金持ちもね魅力の一つじゃないですか。はい、確かにだからそうですね。ブスやったらじゃあ付き合わないんでしょって言われたら確かに付き合えへんわ。まず恋愛も彼女が芽生えてない可能性ある第一印象で、ね、性格いいのが好きですよ。でも一発でバーンってファースト今あった時に顔が良くなかったらっていうのももう自然に入っちゃうじゃないですか。そこじゃあお前顔で選んでるやんって言われるでしょ。っていう一緒でやっぱり金持ちって知ってるわけじゃないですか。あったら医者やったら金持ち分かるわけじゃないですか、うん、それ魅力の一つですから。確かにどうしてもねやっぱり偏見なんですよ、うん、いや医者捕まえて医者捕まえてって言い方がもおかしいでしょ。確かにそうじゃない、その魅力の一つですよ。そうですよね、才能を含めて惚れてる可能性もありましたね。そうですよ、はい、まあうん、ただまあクズが多いけどな、ね、やっぱ医者事実としてな。まあまあまあ開いてる、風で開くんですか。いや、開きっぱなしにしようと思います。風でやったらやばいでしょ。うん、確かに。いやね、そうなんですよ、と思うんですよ、うん、結構さ、僕東京住んでまだ1年、1年半ですけど、まだ全然にわかで何も知らないですけど、すごい人っていっぱいいるじゃないですか。もう100億持ってるでっていう人いっぱいいるじゃないですか、東京ってぶっちゃけね、うん、でちょっともう東京の方でわーって金使って翌年来ないやつっていっぱいおるじゃないですか。キャバクラとかでも使って翌年でどこ行ったんあの人みたいな人一方でがおんねんけど、金持ちってなんかそういう一部の人もいい意味でも悪い意味でも目立ってるからちょっとなんか、うん、なんか軽蔑されんねんけど、あれは魅力の一つでしょ。全然いいと思うけどな、金持ちでどうしてもねやっぱね思っちゃうんですよ。旦那ブスで金持ちで嫁きれかったらいやいやだからっつって、どうしてもね、でもこれね偏見なんですよ。確かにほんまにただの、うん、その稼いでない側の、うん、僕はそう思う、僕もそう思ってる時期ありましたから昔、うん、でもなんか冷静に考えてそうじゃないなっていう感じでしたね、うん、僕はただ僕はブスでも行きますけどね、そういうことじゃないんでね、僕はもうブスも魅力や思ってますからね。締めて最終的に俺は性格いいっていうことだけ伝わったらもう締めてから2019年はどんな手使ってても俺は性格いいっていうのを嘘でもね、そう言い続けたら事実になりますから、はい、それも終わっていいですよ、終わりますか